どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。実況パワフルプロ野球15ストレート一本縛り実況プレイやっていきたいと思います。早速試合だよ、ゴーいきなり試合ですね。相手はアゲアゲベースボールクラブと、ホストなんぞに負けてたまるかと。まあ、別にホストを下げするつもりはないけど、でも俺はあんまりね、こういうタイプの人は好きじゃないな。よろしくお願いします。さあ、株式会社パワフルどこまでいけるか。いやでもどうだろう、打たれ強さを手に入れたってことはかなりでかいと思うんだよね、状況的にも。いきましょうか。今度アイテム何買おうかなって感じですよね。ヘビースパイクの他に何かこう、あ、でもそっか、新しいのが入荷したっつってんだから、きっと何かコントロールが良くなるやつ持ってる、あると思うんだよな。例えば グローブはないか。まだ頑張りましょう。さあ、試合は何もなさ、あ、終わりましたね。終わりました、何もなく。勝ちました、2-0ってことは、でもまあ、登板したとしたら、多分ゼロで抑えたんでしょう。よしよしよし、勝った勝った勝った。いやー、よかったよ。でもなんとなくだけど、ああいうホストの人たちってどちらかと言ったらなんかこう、野球よりかサッカーとかフットサルとかやってるイメージがあるんですよね。なんか勝手なイメージ。7人足して被安打ち。あ、いいじゃんいいじゃん。お、2回投げたんだね、じゃあきっと。おい。すいませんね。勝たせてもらいましたよ。おい、都市対抗、いいね、突破。さあ、頑張って、お、数日後。お、足は贈り物。あ、守備ネットね。まあ、大事だ大事。はい。さあ、ちょっと熱血、お、部長どうしたの？うん。やかましいとか言うな。あー、能力、ちょっとやめてよってやる気下がんのさ。これで熱血にしよう。うん。熱血！いいですね。はい。またベンチか。まあまあ、そうだろうな。なかなかうまくいきませんよ。左ピッチャーが結構多めみたいな。まあ、轟先輩がね、しっかりやってくれるでしょうから。よろしくお願いしますよ。はい。もうすぐ試合だ。緊張するでやんす。ピチピチ水産。ほうほうほう。頑張りましょう。大量水産なら聞いたことあるけど、ピチピチ水産は初めてだね。矢部くん、どんまい？ピチピチギャルじゃなくてよかったね。いや、ほんとに。あー、ピチピチ水産投手。波頭しぶき。すごい名前だね。はー、しぶきさん。しぶきちゃんっていう女の子だったらなんか意外といそうだけどね、パワプロだったら。よろしくお願いします。あー、骨のありそうな投手で嬉しいと。骨服がピチピチ。そういうピチピチかい。ぴっちりしてるタイプのやつなんだよね、サイズ的に。さあ、ちょっと能力はどうなんだろう。あ、今、ないかな、特に。コントロール今更上げても仕方ないから、これ特殊能力なんかないかなっていう感じですよね。ないか、最初は。ないとした、その他で。いや、その他はいいや。最後に得るもんだと思ってますから。さあ行きましょう。試合よろしく。いやー、頑張ってほしいな。気持ちはそうだな。やっぱりこう、気持ちとしては、やっぱりゼロで抑えて、で、決勝行きたい感じですね。でも、準決勝まで勝つんでんだよね、なんだかんだ言って。前回、1年目は確か初戦いきなりもうなんか、ミッチーとで、会って、やらかしちゃったんですよね。歴史的な大敗くり、なんかやっちゃうみたいな。まあ、今回はね、頑張って勝っていきたいと思いますけど、よろしく！じゃあ早速ね、試合の方はね、勝ってもらわないと困りますから。まずは先発が試合作って、いや、いいね、いいね。よし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 。あ、来た！これは自分の出番でしょう。行きましょうか。はい、今回、投手、投手視点で。あ、ちょっと疲れてるね。行きましょう。ウェイ！いいストライクだね。でも、ちょっとピンチなのは嫌だな。背番号が56っていうのも。あ、よしよし、打ち上げた！よしよしよし。いい打ち上げ方ですね。いただきました。ウェイ！ツーアウト、ランナー、1、3塁というピンチですね。もうそろそろ変えてもいいんじゃない？こう、かなりいいピッチャー、てか、ウェイ！なんかこう、うい。あっしゃ、もう一回打ち上げた。オッケー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 。いただきました。あぶね。だいぶ疲れてるから、もうあとはよろしくって感じだよね。よっしゃー。でもこれもゼロで抑えましたね、しっかりと。よーし、決勝戦進出だね。ありがとうございます。なかなかでも評価上がるでしょ、これは。まさか2球ともね、あーって打ち上げちゃうって。でも打ち上げるってことはでも相当、たまにこう、なんだろう。こう、キレがあるというか、すごい、9人に対して被安打2か。まあ、何にせよ、とりあえずは、2回ちょい投げたんだな。よし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 。うん、頑張りましょう。もっとね。はい、数日ごと。なんだろう、ムニムニボールか、変化球かな、多分。はい。まあまあいいや。はい、お、ボーナスやった。大型テレビ。はー、で、帰ってくるのが何かなんだよね。やる気が上がるから、サバか。いいね、うまいって、体力回復。嬉しいね。さあ、熱血練習やっとこうか。やっぱ休息かなって思うんですよね、ここは。うん。熱血！もう一丁練習来い！もう一丁ないか。まあいいや。はい。神楽坂グループ。頑張りましょう。おーっと。ね。はい。
そうで疲れすぎてもうバテバテで、うん、史上最強と言われる今年の神楽坂グループは練習の疲れで動けない俺たちの叶う相手ではなかったと負けちゃったという話ですよね。はい、うん、でも試合勝つのは十分いいと思うんですけどね。はい、7月さあ今日は曇りだね。まあ練習していきましょうか。熱血が続くうちはねガンガンやっていきたいと思います。危ね、なんで変化球練習しようとすんだよって話ですよね。変化球なんて一切やる気ないのに。おいで、ちょっとさらに、9歳でも 53% じゃ危ないな。ちょっとここはね仕方がない、お仕事します。はい、はい、棚卸し、あ、まあまあいいや。はい、うん、よしよしよし。で、能力アップと、どうでしょうねこれで。球速1段階やっぱ135キロと、まあまあこれからだね。でちょっと見ておきたい、アイテムどうだろう。4万お店なんか新しく入ったんですよね、ショップで。何が入っただろう。あ、スナイパーボールか、欲しいな。7万円貯めようじゃあ。はい、そっかそっか、これ嬉しいわ。壊れちゃわないよね多分。あ、S ヘビースパイク、あーちょっとでも5、ちょっと買うのは早かったかなーっていう気しますよね。まあまあいいや、まずはいいや。じゃあちょっと休みましょう。はい、うん、熱血はもう十分やったと思いましょう。お、はい、体調バッチリ、やる気が上がんない。まあそれはしゃあない。急速アップ、轟さんどうですか。結構上がってる。給料日予想通り、まあそうだろうね。はい、まあちょっとずつ金を貯めてっか、徐々にね、ゆっくりで。コントロールもちょくちょくやっておきたいと思います。はいはい、何でしょう。お、期待してるぞ。あざっす、褒められた、やった。で、急速とドカーンとやっちゃいますよここで。まあ熱血溜まってないんで仕方ないですけど。で休むと。おお、セリーグはヤクルトがし、パリーグはロッテがし、なるほどなるほど、いいね。勇敢、どうしたん。はあ、神楽坂ノーヒットノーラン達成しちゃってんだよね。はい、決勝戦。そしていいじゃん、練習して。で、さらに練習を重ねると、雨じゃないもんね、晴れだからね。ここは影山さんがいるし、ここで、コントロール練習をしましょう。給料日。あー、働きっぷりが足りなかったか。まあまあ、そういう時もあるさと。はーい。で、9月ですね。4万、結構、たまん大変だな、なかなか。じゃあちょっと、はい、球速を上げて、140キロは投げるようにしておきたいな、どうせやったらね。で、休みます。はい。で、練習、あ、最近そっか、仕事しなかったもんね。あ、でも晴れだからな、練習した方がいいでしょう。はい。練習、あ、そっか、でも、あ、まあ、熱血はいいや。はい。もう一丁、はい、やります。よーし。熟練度上がったね。おい、で、磨いてと。さらに練習、あ、雨か。雨は、仕事しよう。はい。うん。よろしくお願いします。結構体力使う。まあ、いいよいいよ。お、しぶきさん、どうしたんですか。あ、魚、ありがとうございます。いい魚入ったの嬉しいな、これ。疲れ取れた。おー、嬉しい。あ、決算、どうだろう。よくは半年。あー、今まで以上に頑張ってくれ。特に変化はない。なるほど、わかりました。あー、なるほどね。はい、仕方ない。じゃあ、スタミナを上げましょう。熱血、どうだ、スタミナどれぐらい上がるか。4か。結構上がるね、でも。行ってみよう。フランクフルトや。体力回復が嬉しいね、割と。はい。あ、そっかそっか。風神丸ね。あー、予想通り、わかりました。まあ、そうだろうね。はい、いくらか減ると。まあ、それは仕方がない。練習します。はい。急速アップ熱血、どうだ ?18。まあ、それなりに溜まるな。やる気があればな、もっと入るんですけど。まあ、こればっかりは仕方がない。急速アップします。なかなかちょっとゆっくりだけど、ちょっとずつ上げていきましょうかね。で、仕事しよう。はい。100部コピー、わかりました。はーい。俊敏性か。まあ、ないよりかあった方がいいなぐらいの気持ちですよね。コントロール 29% なら怪我しねえだろ。熱血、あ、言い忘れてた。ちなみに今回、お、もう一丁は、いいえ、すいません。今回はきついわ。はい。疲れが溜まったのは間違いない。お、先発来た。やった、はい、頑張りましょう。大丈夫、俺こんなんで。はい。ロケット急便、わかりました。足が速いチームだろうね、おそらく。は、匠隼人くん。よろしくお願いします。あー、なるほどね。はい。能力アップ、どうしよっかな。なんで投手、野手能力得ようとしたんだろうね。コントローラー別にいいな。フルカウント 2-3、安定度は調子に影響されづらい。タイピンチ欲しいな、タイピンチ。うん。で、球速はどうだろう、これ。あー、ダメか。ギリギリ上がんないね。スタミナ D になる、ならない方がいいか。しない方がいい。はい。
これいきます。じゃあ試合開始。ピンチになったら強くなる。これ多分大事だと思うんだよね、試合だったら。いきましょうか。試合でございます。はい、株式会社パワフル対ロケットキュービンですね。いきましょう。ちょっとなんか合わせていってみました。気持ち的にはやっぱりここはねガツンと抑えて、もう気持ちよく、次の試合に臨みたいと思いますけども、頑張りましょうか。ロケットキュービン、いやーでもな、足早いなんかチームって嫌ですよね。あんま好きじゃないんですよね、僕個人もなんかすげえ走られそうで、あーやばい、無視にいる、やばいな。でもここはねしっかり抑えていきましょうよ。うわー、よし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 、抑え込んで抑え込んで、いいねいいね。まずワンアウト、危ねえ危ねえ危ねえよーし、まずワンアウト確実に。高めは危険だよね。でも今多分ねタイピンチが起動しててかなりいい状況だと思うんですよね。やべえ、あーファールか、難しいな。うわー、よし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 、オッケー、フライ、いいね。打ち上げる球が多いね、やっぱりこう球にキレが、球に球威があるのかな、おそらく。よし、ツーアウトランナー二塁、寺田くん、うわー、よし、サードゴロ、オッケー、いいね。ノーアウトランナー二塁をゼロで抑えた。このチャンスを抑えたのでかいよ。あとはどうだ、あー1失点2失点、あーでも試合は勝ったと。どう、俺顔が全部一緒だからわからないよね。どうなんでしょうね、自分結果的に。まあ結果的には結構頑張ったんで勝ったと思うんだけどな抑えたでしょ、どうでしょうかね。いやー見たいわ、ちょっと教えて。はい、16位と、あ自責点1か。まあまあいいよいいよ。でも、スカートの評価上げるの大事だから、よしよし、まずは勝つこと大事。うい、匠の評価も上がりましたね。うい、見事な勝利じゃぞっていう。で、新しくなんだろう、リラックスカプセル、あ嬉しいね。はい、アロマテラピーがさらにリラックスカプセル。おう、社長まあまあ普通か。あー残念。ってことは昇進はなさそうだね。はい、決勝戦頑張りましょう。おう、受験生並みの徹夜で新しいサインと奇策を覚え、新戦術を用意して試合に臨むことにした。もうオチがわかるわうん、一夜漬けの戦術だけで叶うあいつではなかった、そりゃそうだよ。いやー結構でも頑張ってんだけどな、予想通りのお金が入ると。うい、で雨と走塁練習、わかりました。はい、矢部くん頑張ってね。雨か、雨だったらちょっとここは仕事をしよう。うい、はあ鉛筆削り、今は鉛筆あまり使わないの、どうなんだろうね。まあ、なんともいないか。はい、いいな女の子。はい、今度こそ俺たち頑張るぞと。疲れが溜まって。でも熱血が上がるのはいいですね。コントロールやろう。すげえコントロールなんか溜まれそうな気がするんだよな。はい。あー、モテモテだね。ちょっと一応聞きたいな。聞きたいかい？あ、店に入って。何？レクチャー受けた。なるほどね。はい。ちょっぴり上がった。あー、いいね、モテモテ。はいはいはい。なるほど。ちょっと今度デート行こうか。トロキ先輩。はあ、ドラフト指名やったら嬉しいね。ギリギリライン。なるほど。うん。どうだろう、先輩。しかし、あー、名前なかったか。残念だね。会社辞める。あー。こう、ランダムで選ばれる時と選ばれない時があるのかなと思ったけど。うん。あ、まだ頑張ってくれる。よかったー。うん。辞める気でいたらしいっていうのはまたちょっと悲しい話だよね。ちょっと仕事をして休もう。はい。うん。倉庫生。はい、なんでしょう。あー、立ち位置。なるほど。変わるのかな、これ。じゃあちょっと右寄りにしてみよう。はい。意味あるかな。おー、あ、特に変わんない。うん。見た目だけだね。まあ、得られたんだったらよかった。はい。今月給与予想通り。まあまあそうでしょうね。はい。で、いくらか消費と。5万、今、57,100。もうちょっとし、頑張って貯めなきゃいけないな。あー、どうしようかな。変化球はやらないからね。なんで迷ったんだろう、変化球で。うい。ぬ、あ、壊れた、ギブス。あー、そっか、壊れちゃうあるんだな。おー、急速アップ。まあ、そりゃそうだな。はい。あー、バランスよくやれと。わかりました。はい。いいこと聞いたよ。まあ、バランスよくもクソもないんだよね、これ。あ、でも壊れそうってことか、これ。ギブスがちょっと怖いな。じゃあ、スタミナやろう。はい。うん。スタミナならみんないるから。おーし、結構溜まった。で、能力アップします。適度にやっておかないとね。急速溜まるんじゃないこれ。140キロは投げたい。あ、でもスタミナ D。よし、スタミナ D になりましたね。オッケーオッケー。で、仕事しよう。はい。喉乾いた。はーい。
お茶組かー。まあいいや、はい。ボーナスやったね。高級時計。で、これで体力か、やる気が上がるんだよね。はい。草屋の干物か。あ、1000円入った。おーしよしよしよし。ボーナスね。はい。俺にはどうでもいい。クリスマスのバカ野郎やる気さ、あ、デートしよう、デート。はい、お出かけでデート。うん。ももこちゃんと行きます。はい。どっか遊びに行こうかなーって。遊園地、今は何月だっけ、見てなかったな。あ、12月か。冬、あ、クリスマスじゃん。クリスマスはじゃあ映画を見に行こう。うん。いやー、クリスマス女の子と映画を見に行くよと。ついてきてくれてありがとう。プリズンブレイク、マジで。違う。プリンブレイク？なんだそれ。風呂上がりに食べようと楽しみに取っておいたプリンを食べられたことが離婚のきっかけとなった夫婦のサスペンス。なんじゃそりゃ。プリズンブレイクじゃねえのかよ。あー、あんまり好きじゃなかったんだ。残念。お、おまけ、あざーす。やったね。はい、いくらか引かれたと。まあそうだろうね。はい、年賀状、あざーす。誰に似ちゃったのかしらと。こんな時間初詣。そうだね、やる気あげたいからな。うん、一緒に初詣することにしちゃった。お、何をお願いしようか。お金いっぱい欲しいな。うん。え、信じようか、びっくりした。なんか変わったなんかこと言われたかなと思ったけど。おみくじ、中吉、おい、まあ、ああ、よかったよかった。で、お年玉、あ、マジで？やったー、1万円、やったー、でかいね。今いくら？ 7 万2000円、あ、ちょっとこれは買おうか、じゃあ、早速ね。アイテム、買いますよ。お店、7万円あったら、おい、買えるでしょう。やっぱりこう、ボールでしょ。S スナイパーボール買います。オッケー。で、データかな？データの、子だ。ごめんなさい、ちょっと笑っちゃいけないんだけど、これ顔見てください、これ。モテモテだからかしないけど、顔が偉いことになってんだよな。あー、深くにも笑ってしまった。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃね。甘い球だったように見えた。だが、さあどうだ、さあどうだ、あー、くそ、くっそ、今の。よいしょ、今度こそ行け、行け、行って、行って、行って、やったー。ついに来ましたー。風見ついに初ホームラン、皆様お待たせしました。これか、これがコメントで言ってたライナー性のホームランってやつだね。打てるんですね、風見。今まで打